はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはリーグで、野田のね方のところにお邪魔しようかなと思います。はい、まだね1回もやってないので、リーグがオンで、まあ2オンでも3オンでもいいですね。で、あの今ですねリーグのマッチングが改善されて、サブアカと一緒に回るとかいう場合は馬ピンにすごい差が出るみたいなマッチングに、馬ピン差が出る、サブアカと一緒に回った場合に、あの要は格下の方と当たって、格下の下の方のランクの方がテロに遭う。要は35アルティメットを持ってる方、たくさん持ってる方がダイヤの方と回って、ダイヤやドラゴンクラス、ドラゴン3とかだったって、札の力でボコボコにされるみたいな現状が過去あったんですよね。まあそれもあの他のね、ゴッド1じゃなくても他のクラスが、プラチナクラスと当たるみたいな方法もあったんですけど、そう、それをですね、マッチングのそこら辺を、まあ直そうと。あの、片方一人でもゴッド1の強い人がいれば、あの、どのね、クラス隊とも、まあ結構上のクラス隊ともマッチングしますよと。ゴッド1クラスが、ダイヤクラスと組んだ場合、普通にゴッド1ダブルとも当たりますよと。馬ピン1500ぐらい下がるのに。全然当たるよと。馬ピン2000下がっても当たるよと。いった感じのね、調整です。まあ、要は同じクラス同士ぐらい、まあ、近いクラス同士で戦わないと格上で当たってボコボコされるよと。いったね、まあ、いいのか悪いのかよくわかんない。僕はちょっとね、あんま良くないかなと思うんですけどね、今回の。これによって、上のクラス帯の人は、下のクラス帯の人で当たると、全然燃えないんですよ、2ポイントが。250とか、干渉230とか。で、下の方の方は、馬ピー上げたくても上げられないじゃないですか。格上ボーナスで、ね、リーグポイントもらえたりしますけど、全然ね、美味しくないみたいな、現状になってます。はい。で、その中でね、もしかしたら、ノラで入っても、ゴッドウィジートリプルとね、もしかしたらジンチャズバジと、ジンチャズバジトリプルと当たる可能性もありますが、やっていきたいと思います。たまにはね、ノラでお邪魔したいなっていうのがあって。うわぁ、それは強いカマキリ。今のは強いな。あ、もう入った。え、ブレスじゃん、なんだっけ、あいつ。名前出てこない。天才かよ。さあ、レドラ。ただレドラ届いてない。さあ、灼熱をする前に、殴って、OK。後ろは見ましょうか。あ、取った。え、なになになに、何が起きてんの、一体。ただメガネが強いだけ。なんか めっちゃゴリゴリに攻め勝ってるんだけど、何が起きてんの一体。さてどうしましょうかね。よいしょ、ここは抑えなきゃいけないですね。ここは抑えなきゃいけないんですが、問題がありまして、相手にねフェアリーがいるんですよね。あれ、あのフェアリーマジどうしようもないんですけど、どうするんですかね。あ、やばい、狩られた。困った。エルフが重いって、いろいろ重い。倒した。さあ、ここはアシュラで火力出してきて、 OK、 ナイス、天才。でも謎死んでんだけど、フェアリーにボコられてますね。さて、これが問題ですね。これがマジで無理。クレフラ狩られますね、これは。そしてフェアリーブーストかかったニノガールを止める術がないと。たとえもし、金バッチャシャラメソを入れても、届かない。あらり一体も使ってねえわ。よいしょ、そっちか。相手の、あれですね、エルフアビリティですね、強いですね。さっそく削ってくれてはいますが、まあ厳しいですね。次行きましょうか。まあ相手がね、今どれぐらいの、馬ピーの方か分かりませんが、今回格上ボーナスはない。あ、今回リンクポイント減るんだ。痛いな。どうかな。マッチングがする仕様だったから、もしかしたら格上ボーナスが入らない可能性もありますね。どうだろう。でももしそれで格上ボーナスが入らなくなっていたら、あれですよね、ゴッド1とかを連れて行っているダイヤクラスの人はすげえかわいそうですよね。
片方だけ確保ボーナスが入ってもう片方が入らないことはないんで、そう2人で行ってる時に、うん、カエル剣士は引いた。さっき対空に悩まされたんで、対空と奥のキャラに対してね。どうでしょうか。まあクレフラはかなり便利なんでね、ありがたいですね、引けると。最近クレフラ優先枠に入れてもいいのかなってぐらいありがたみを感じております。クレフラを使いましょうか。まあ大砲撃たれるとは思いますが、あられね、リーダーではあるんですけど、もうなんかバンバン使っていいかなっていう印象ですね。味方の剣しか重なってないですね。天才 OK、 ナイス。さあ、道は砲、素晴らしいダメージ。でこれ突撃していくらいで構わないって感じで、パシュッとで裏見てくれますね、大丈夫。さあ問題はこの後、さあ荒いで一発、えらい、さすがリーダー。うんと家のラインが嫌だなと。ああ、でもありがたいですね、シャークが2体いる。さあ無茶砲で少しずつ飛ばしながら、で後ろけれで、あ、ナイスです、助かります。さあ無茶砲が強い。わお、ほよよ、やられちった。で上どうしようかなって感じですね。上が重いですね。ライダー頑張ってくれるかな。あ、魔法ありがたいですね、魔法ありがたいですね。これはあ、相手これアビグリだ、強いな。まあ一発撃ちましょうか。ナイス味方取りで。さあパンダ切っていきましょう。まだねお互いね大型を切っていないので、そろそろね大型戦が始まるんじゃないかなといった時間にはなっていますが、どうでしょうか。さあ通していく。パンダがじゃない、コングがほぼ潰れないんですよね。あいつは耐性を持っている。さあバトルバルーン了解です。防衛持ってますと言っていきましょうか。さあいいダメージを入っているライダーを置いておきましょう。さあナイスケレロです。さあ来るのはヒュドラ。さあそろそろね攻める出番ですね。ここパンダ下置いてヒュドラを呼んであげましょう。で下ラインを攻めるふりをして、ナイスユノタルスからのブラブラ来るんで、ここにゴーレム、ナイスで倒せ。さあここが、あ、ワンマン入ってる、ワンマン入ってる、ワンマン入ってる、ヒュドラ。うん、ただワンパン入ってるけど、けどって感じだな。さて問題は、オッケー、まだある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 。ここはね普通にねまだ干渉あるから、よいしょ、じゃほう無理かな、いい感じなんですけどね。カエル頑張ってるけど、 上のライン、下のラインが、いや、いける、ナイス、ありがとうございます。ちょっとありがとうシャウトが入ってないんですよね。まあマピが増えないんだ。あー、リーグポイント美味しい。同じぐらいの相手ってことですね、これは。よし、やっていきましょうか。今日がハンディキャップバトル最終日の日ですね。なんであのリーダーも見えなくて、そうリーダー見えないリーグなので、そうアビキメラとかねマルチで来ると怖いですね。もう一瞬で持ってかれてしまうので、まあ、そのキメラに対して対応できるキャラを持ってればいいんですけど、本当はねキメラリーダーでねあの潜ろうかなと思ったんですけど、キメラがゼフ長でした。ゼフ長下げ使えん。ただゴーレムはいいとして、ゾネスキンバッチ札超強いですね。ただキャラ数が少ないので、このキャラ数をねどううまく使うか。早稲田大、早稲田大学白ドラブ、白ドラブ何それ、早稲田の方ですかね。さて砦が欲しい、ナイス足から。相手に足キャラがいないので大砲打ちます、行ってきましょうか。大砲打ちますよーって、任せてください、大砲打ちますよー。完璧ですね、よし、
幸先良い逮捕。さあパンダ飛ばしていきますが、ユキンコになぜか届かない。あ、ウサギが完璧な位置にいる。ナメコ入れときましょうか。うわ、パクられてる。まあ多くだったらまだいいか。おっと、パンダ回収、チビホア回収、まさかの。さて、ここでね、マンドラが出てくるんで、マンドラを引っ張りたいですね、意地でも。マンドラ引っ張れないと痛い目見る。さあ、みんなナイスチビホア。ただね、あれが出てるんですよね。ここは、ゾウです。よいしょ。ずらされてる。さあ、ミノタウルスを行く。攻めのミノタウルスですね。さあ、ここで来るのがまさかのキメラ。キメラは即死させましょう。即死させないとまずい。お、ちょっとコストオーバーでしたね。オーバーすぎましたが。これ味方なんだっけ、もう一体の方。バルか。どうすんだろう、これ。え、なんかいる。うわ、見えなかったー。うわー、その大事ギアイトル神やったんだけどな。さあ、バルのタイミングは完璧。ナイス、ナイスバル。問題はこの後。このバルが一方的にやられてしまうんですよね。相手のバルをね、なんとかできるクラが一個もないっていう現状、かなり厳しい。ナイス、それはそれはマジでナイスだわ。最高かよ。今のはナイスすぎますね、いかなんでも。ナイスデビル、デビルがナイスなのでナメコ置いていきましょう。ただポックルが邪魔。さあクレフラク、うわーマジか。こっちにはまだゴーレムがいるんで。まさかのトレント、ここで。さあ、裏はね、裏が大変ですね。しかもエンジェル出されてもどうしようもないですね、これ。これはトレントが、じゃない、ゴーレムが積む。さあ、どうしましょうか。エンジェルを潰せていない。クレフラもずらされている。突破できる火力が足りない。アビエンジェルですかね。どうなんでしょう。あ、チビフォアはありがたいな。でもやられるけど、チビフォア。あ、偉い。そいつスライムを歌いましょう。まあ、どっちにしてももうキャラがいないんで、手負けするんですけど。いや、バイク見えなかったっすね。バイクじゃない。ゴブリン UFO。まあ、あと剣士しかいない。まあ、手負けで抑えましょうか。なんとか。ギリギリ。よし。ごめんねって。ん？ごめんね。これごめんねの下とか、これさ、ごめんねじゃない？つらわけじゃない。テンション下がってますよって意味かな。さあ戻りましょうか。さて、やっていきましょうか。今、3試合かな？終わったので、あと2戦分だけリーグポイント反映されると思いますんで、あと2戦だけやっていきましょう。対空が引けてないな。どうでしょうか。さあヌボボはいます。これ持ってます。シャウトはしときましょうか。相手もヌボボを持っている。さあヌボダブルで、うん、大砲撃ってきました。こちらフェアリーがいるんで、ヌボボ下降りるよ、絶対に。オッケーオッケー。これ先取れますね。取った後のキャラがきついんですけど。なんかいるかな、うん、さあ、コストを使いすぎていますので、ここ注意ですね。そして下のヌボボもきつい。味方がネズミ剣士を置いてくれている。さあ、爆放陣かけてしまうのにネズミ剣士が一緒に溶かされてしまう。ああ、その眠りはね、マジで偉い。マジで偉い。味方の技が分かんない。見てなかった。どうしよう。さてどうしましょうか。ナイストロール、ゴリいきましょうか。それは眠り。チビフォアマジできて、しかもなんかいっぱい出てない。チビフォア、オーバーキルしてますね。チビフォア3体出てますね。それは厳しいな。さあ無茶砲で吹き飛ばしてダメージを与え、さらにラインをずらしていく。それは成功しましたが、多分相手はアビエルフじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。コストもきつい、コストもきつい。さあいいダメージ入れていく。ただし
この先がない、サミ型の大型を待っているんですが、味方は大型を、出せないのか。大砲はありがたいですけどね、自分も大砲打ちましょうか。ただ無理ですね、コストもないし。あ、味方もこれか、なるほど。あ、フェアリー持ってますね、いいですね。さあゴレを引っ張ろうとしますね、お相手。そのネズミ剣士が恨むが、このネズミ剣士体力が少ない、瞬殺されてしまう。そしてこれ出てきたのは、うわ、重ねキャラすごいですね、ゴリゴリに重ねてる。下もどうしようって感じではあるんですが、マーメイドを出してくれている。ただマーメイド出してくれてるんだけど、どうかな。大型負けしてるんですよね、こっち。あ、フォワードか。なんか大型がいたんですね。うわー、それでかい、マジで。奪って、頼むから。これ奪わないとマジ無理。取られる。取られると持ってかれる。いや、無理だ。フォワードが死んでんだけど、その間。うお、と、一瞬、あー、そっか、あれですか。点負けで抑えたい、点負けというか入れられたくないけど、実際は。あー、なんか入った、コンダ惜しいなー。あ、ちびくるかもしれない、わからん。ありがとうって、なんでスペース空いてんのこれ。ありがとう、ありがとうございます。あれがないので、ありがとうシャワーがないんですいません。はい、ではね、ラストやっていきましょう。このチケ終わったらですね、もし勝てれば、途中で帰ったらね、迷惑かかっちゃいますんで、このチケが終わるまでです。うん、なんか対空なかなか引けんの。ちょっとペンギンに変えました。アラレちゃんもね、強いんですけど、そう、アラレちゃんちょっと下がってきたんで、ペンギン見やみたいな。回しまくってね、トリオなんか結構強いんで、回しまくってコス使わせよう戦法ですね。さあやっていきましょうか。ありがとう、よろしくです。まあ剣士ずれちった。取れない、惜しい。さあペンギン早速回していきましょう。お相手もしかして変えるか、アビリティ。違うな、そこまで背高くないな。さあナイス裏目切り、しかしやられてる。ペンギンのパワーがすごい。さあペンギン回しまくってます今。さあ魔導にも頑張ってほしいところではありますが、ペンギンがねひたすら回り続けている。さあダメージ、ナイス。ゾンビ、アビゾンか、これは味方のアビゾンビが、多分アビゾンビ大活躍してますね。さあ火炎でデスも燃やしてくれている、助かる。さあナイス火炎、これ回していきましょう。おお、デス落ちてる、これ勝てるじゃないですか。危ね、ここで行きましょう。あー、レドラかぶっちゃった。大型来い、あ、ラッキーラッキー、大型来た。この大型来るのはマジラッキーですね。さあここはね潰していきましょう全力で。さあ裏がねカエルアビの可能性もありますが、ここはメリューサを持っているんで、あー、いいですね、ナイス。 OK、 メリューがカエルに強いんでこれはいきますね。さあこれゆったりやりましょう。ゆったりやってあげれば、ここでねキャラを使ってくれればコスト勝ちできるんで。さあだいぶねキャラを使ってくれましたね。で後ろまだマロキーがいるんで、さあ味方がグリフォンを持っている、ナイスグリフォン。そしてねネズミ剣士攻撃速度速いですね。ここは銃剣士ダブル火力合わせて、ナイス。さあ味方みんなそう思っている。相手大型終わりだったっけ、確か終わりっすね。やっていきましょうか。さあもらっていこう、あとワンパン、惜しい、取れるよこれ。あ、まだか、ナイス。あー、まだ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 、うわー、銃剣士取られた、うちの、いや、うちの銃剣士強いからやめてほしい。さあ流してけ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 、夏守ってあげましょうか。すぐ取れなそうなんで、ひたすらキャラ流して落城を狙いに行きましょう。でタイミングさえあれば剣士を出してるんで、あの剣士が曲がって、あー
さあ取っていきたい。がしかし何かがいる。守られてますね。噛みつきで潰すが、取ってはいくが、フクロウも重いな。やっとやっと弾を打った。点差ですかね。おい撃つなよ。撃つ人がいるんで帰ります。もしかしたらホストの方が撃ってない可能性があるんですけど、すみません、撃つ方がいる可能性がある場合は申し訳ないですけど帰ります。あの他の方に迷惑かかっちゃうんで。はい、お疲れ様です。というわけで、ノラフリー、あのフリーじゃない、ノラリーグ5戦お邪魔しました。最後ですね、ちょっとね、チームに煽りたい方を打つ人がいたので、まあ5ダップであったらあれはね、申し訳ないですけどね、相手からしたら煽りにしか見えないと思いますんで、ね、一緒にいると、まあ、自分にとっても良くないし、ね、他のもう一人の味方にとっても良くないし、相手にとっても良くないと思いますんで、戻らせていただきました。はい、というわけでね、今回もご視聴ありがとうございました。久々に、ノラリーグ、お邪魔しました。楽しかったですね。いろんなキャラ使ってる人がやっぱいて、まあ、実際なんか、リーダー見えてないんでね、何リーダーかっていうのは全然把握できてないんですけど、まあ、それでもやっぱね、普段見えないキャラも、ね、見えたりしてね、面白いなと思いました。では、皆さんまたよかったら、ぜひご視聴ください。よかったら、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。では、お疲れ様です。